クソジジイの YouTube チャンネルへコメント返しです。ジェイソン氏起用はなんと野村さん発案だったと、あとミックスを人に頼むのもミックスエンジニアの仕事なのかと考えるため、から鱗がボロボロ落ちましたと言うんですけども、だからこれリスキーの時の話ですよね。なんかリスキーの楽曲解説じゃなく、リスキーの楽曲解説なんてまだしてないよね。リスキーの曲のなんかなのかな、なんかもうごめんね、なんかどれがどれかよくわかってないけども。とミックスエンジニアの仕事なのか、ミックスを人に頼むのもミックスエンジニアの仕事なのかと考えるとって言われてますけども、そういうわけでもないんですよ。だから、あの時はそうだったっていうだけの話で、別にだから松本さんが言ってもいいんですけども、松本さんはそういうのよりも、だからそういう専門は専門の人に頼むというか、人の輪を考えるというか、そういう風な部分がすごくある方なんで、本当のプロデューサーなんで、基本的にはそういう感じなんですよね。だから、この時は、リスキーの時とセブンスブルースの時は、そうやって野村さんのやつで、じゃあそれできましょうって松本さんがなったって、それはたまたまその現場がそう、しかもだからその時期がそうだったっていうだけの話なんで、その後ね、いろんななんか海外でレコーディングしたりとかね、そういうふうな部分とかっていうのも、誰がどういうふうに言ったのかっていうのはなんかね、わかんないですね。なんか、まあ、おそらくだから、まあ、あの人が自分で見つけたっていうかな、この人がいいと思ったのか、あんまりそういう考え方する人じゃないんですけどね。だから、この人の、このエンジニアの音がどうのこうのとか、そういうふうな話は全然聞いたことないから、そういうふうな、そういうふうななんか観点で、音楽を聴くことはないような気はしますけども。はい。なんで、ミックスを人に頼むのがミックスエンジニアの仕事だって思わないでくださいね。これはこれで特殊なケースなのかもしれないし、普通のケースなのかもしれないし、僕はあんまり世界が広くないので全然わかりません。はい。ありがとうございます。では次のコメントです。ライブリッパーでワービックを弾いていた明石さんに憧れ、近い年代のワービックストリーマーを買いましたと。明石さんといえばジャズベースのイメージが強いんですが、当時ワービックを選んだ理由やエピソード等ありましたら、ぜひお聞かせしたいですと。まあね、僕がね、ジャズベースのイメージが強いっていうのはですね、最近ジャズベースしか弾いてないというかね、まあ基本あれしか持ってないっていうね、感じなんですけども、その前なんですよね、このワービックを弾いてるっていうのは。ワービックの次がジャズベーみたいな、そういう流れだったりします。なんで、一個前。で、実はこのライブリッパーの頃っていうのは、パッシブベース弾いてるやつクソだっていう時代だったんですよ。それまではね。なんかね、85年からね、95年ぐらいまで、93、4年まで。っていうのは、パッシブのベースとかギターってのは古臭くてクソだぞっていう、そういう時代だったんですよね。なんか僕はそうだと思ういう認識です。そうじゃないかもしれないけども。割とそういう流れはあったと思います。その80年代の真ん中あたりに、その、アクティブピックアップっていうのが出てきて、それまではなかったんですよね。だからそういう新しいものが出てくると、やっぱり新しいサウンドっていうのは、まず最初にミュージシャンは、飛びつくし、で、そういう新しいものっていうのは、やっぱり新しい流行りになるんで、そこで、みんながだからこぞって、アクティブになったっていうのはあるんですよね。なんで僕もだから、それまでは、ヤマハで、エンドースでお借りしてた、ベースを弾いてたんですけども、まあ、それも基本的には全部だから、アクティブをお願いしますって感じで、アクティブでなんかやらせていただけました。で、その後、まあ、もうそろそろだから、なんかベースメインになってきたから自分で買おうか、みたいな感じだし、まあ、お金も儲かってきたし、みたいな感じ。で、何買おうかなって言った時に、ギターテックの畠山くんに相談した時に、なんかアクティブのベースで一番ロックっぽいのどれがいいと思うとかってね、なんか、まあスペクターとかも好きだったんですけどもね、なんかデュラン・デュランのね、ジョン・テイラーとか好きだったんで、スペクターかなとかって、あ、スペクターよりもね、なんか、ワービックが一番ロックっぽいですよって言って、じゃあそれにしようとかつって。で、なんか調べたらなんか僕の好きなジャック・ブルースっていう、クリームのジャック・ブルースとかもエンドースしてたりして、だから、あ、これジャック・ブルースが弾いてんだったらもう絶対ロックだなと思って。で、それで、ワービックにしたっていうそういう流れだったりします。なんでその後、なんか知らないけど突然ね、ヴィンテージブームになったんですよ。だから、そのライブリッパーの時っていうのは、そのアンペグのアンプとかも使うのがクソだった時代で。なんで、あの時もだからワービックのアンプ、それもなんかこんなでっかいボックスじゃなくて、こんなサイコロみたいなやつ。だから一番有名だったのは SWR とかね、その辺のやつなんですけども。その辺のなんかこうサイコロみたいなやつ、そこそこ、これぐらいのやつかな。これぐらいの大きさのやつの立方体のやつを2つ並べて、その上になんかこうヘッドを置いてって、だからもう本当に高さもだからこんなでかくなったりとかしないっていう。そういう風ななんか、感じが流行ってたんですけども、そういう音が。なんだけども、その後、突然そのヴィンテージブームになって、だから、そっから後のツアーっていうのは、ジャズベース弾いて、で、アンペグの SVT をこう、
僕の場合はね、なんか SVT のあの810か10インチのスピーカーが8つ入ってるっていう、そういうボトムがあって、それをこう2つこうやぐらで重ねて、で横にこうアンプを置いてみたいなね、なんかそういう風ななんかことをやってましたけどね。あれは確か両方ともちゃんと鳴らしてましたね。なんかあれはあれで楽しかったですけどね。そんな感じです。だからまあワービックを選んだ理由とかね、エピソードってのはなんかこんな感じです。はい、どうもありがとうございます。